おはようございます。世界で戦うために海を渡った侍たち、今回は入木優作さんを取り上げていきます。宮崎県で自衛官の家に生まれ、兄の聡と同じ少年野球チームで野球を始めると、中学では投手として完全試合を3回、ノーヒットノーランを6回成し遂げるなど、すでにその力を見せつけていました。全国26校の高校から誘いを受ける中、PL 学園に進学。宮本慎也、坪井友近、今岡誠など、プロ入り後も大活躍するチームメートと共に汗を流すと、卒業後は亜細亜大学のエースとして後輩の井端弘和らと共に東都大学リーグで活躍しましたが、4年時に右肩を負傷してしまいます。立正大学のエース西口文也との投げ合いも演じましたが、手術の影響もあり、卒業後はプロでもなく本田技研への入社を選択した2年目、怪我も完治し、チームメイト大塚明則との2本柱で都市対抗野球でチームを優勝に導くと、1996年ドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受け、プロ入りを果たしました。1997年、プロ1年目から即戦力としてセットアッパー、ストッパー、ロングリリーフ、さらに先発もこなすなど、潜在能力の高さを示したシーズン終了後、ハワイのウィンターリーグに参加したことでメジャーリーグへの挑戦を夢見るようになります。1998年、東京ドームで開かれた日米野球親善試合に先発。メジャーの大砲サミー・ソーサを2打席連続三振に切って取り、ますます夢を膨らませていくと、1999年、兄がトレードで巨人に移籍してきたため、球団史上初めて現役選手として兄弟で同じチームに在籍したのでした。2001年、ガルベスから教わったチェンジアップで投球に緩急をつけられるようになると、前半戦で3連勝を含む8勝を挙げ、オールスターゲームにも初出場。シーズン通してチーム最多の13勝と最高勝率をマークし、プロ入りから5年、巨人のエースと呼ばれるまでに成長しました。その2年後にはメジャーリーグ挑戦を容認してくれる条件で北海道日本ハムファイターズへ移籍。2005年のシーズン終了後、2年総額2億円という日本ハムの残留要請にもかかわらず、自分の夢を貫き通してプロ10年目を迎えた33歳で海を渡りました。ニューヨークメッツと独自に入団交渉を進めて、年俸8600万円で契約。 3A ノーフォークタイズに所属することが決まると、すぐに参加したスプリングキャンプで入木は驚愕します。投球フォームがぎこちない、名前も知らないような投手が投げ込んでいたボールの力、コントロール、すべてが日本にやってくる助っ人外国人投手とはレベルが違っていたのです。アメリカの選手は好き勝手にやっているようなイメージでしたが、結果を出したい、生き残りたいという強い思いで自分が良かれと思う練習をしていました。納得すれば送りバントの練習もするし、データによって極端な守備シフトを敷くこともありましたと語っています。シーズン終了後には正確なコントロールに磨きをかけようと、ベネズエラのウィンターリーグも経験し、トロントブルージェイズの入団テストを受けて合格。 1A アドバンスのダニーディンブルージェイズで初勝利を挙げると、 2A のニューハンプシャーフィッシャーキャッツに昇格して、いきなり翌日に初先発。6月20日には 3A シラーキューススカイチーフスへ昇格と、順調にメジャーへの階段を上り始めた矢先、右腕の肉離れにより帰国を余儀なくされました。帰国後、横浜ベイスターズの入団テストを受験して合格。3年ぶりに NPB 復帰を果たしましたが、度重なる怪我にも泣かされ、10月1日に現役引退を表明。ユニフォームを脱いだのでした。引退後、兄が飲食店に勤務し、野球界とは別の世界で苦労していた姿を見て、自分は野球界で仕事がしたいと毎日のように球団にコーチ就任希望の電話をかけていたところ、先輩の桑田真澄から野球教室を手伝ってほしいと声をかけられます。野球教室終了後、これで1ヶ月は生活できるかと白い封筒を手渡され、とにかく謙虚でいるんだぞと言われた途端、
その先輩の心遣いに涙が止めどなく溢れてきたのでした。野球に関わっているために巨人のドラ1という過去の実績やプライドは必要ないと、横浜の打撃投手を1年間務めた後、4年にわたって用具係を担当します。練習で使った1500個のボールを毎日3時間かけて次の練習のためにきれいにし、試合開始5時間前に球場へ選手の荷物を運び込むと、試合中はゲーム展開をノートに記録、終了後はグラウンドの片付けや用具の修理、ユニフォームのクリーニング手配まで多くの雑務を担っていました。年収は20分の1になり、巨人のドラ1がかわいそうにという目で見られたこともありますが、ユニフォームが着られて野球に携われていることはありがたいとしか思いませんでした。用具係をしていると選手の性格がよくわかります。三浦大輔投手はロッカーが非常にきれいで忘れ物も全くない、食事をとるときも栄養バランスを考えていてこっちも気が引き締まるんですと、愚直に野球に向き合う入り木に、2014年12月突然転機が訪れます。黙々と裏方の仕事をしている姿を見ていた福岡ソフトバンクホークスの工藤監督から、野球への情熱を選手に伝えてほしいと三軍投手コーチのオファーが舞い込んだのです。7年ぶりに現場復帰を果たすと、翌年には2軍の投手コーチに、2019年にはホークスの野球振興部へ移籍して、小中学生を対象とした野球塾や荒垣渚や保足和幸、柴原浩志らとともにホークスジュニアアカデミーのコーチを務めるなど、将来のプロ野球選手を育てるために尽力しました。用具係での経験が選手の性格を見抜く助けになりました。プロの野球選手として少しは成功し、いろんな経験もしたので、スター選手にも隅っこにいる選手にもいろんな立ち位置で話ができますと。2021年からはオリックスバッファローズの2軍投手コーチに就任。貴重な経験を若い選手にいろんな形で伝えてほしいと期待されています。コーチ就任を桑田に報告したところ、自分が思うようにやりなさい、これからが勉強、私も巨人にコーチとして復帰して楽しんで挑戦しますとアドバイスを受けたそうです。アマチュア野球のエリート街道を歩み、ドラフト1位で巨人に入団、契約金1億、最高年俸9000万円をもらい、オールスターゲームにも選出された巨人のエース。時には外国人選手との乱闘も辞さない強気の喧嘩投法で、躍動感あふれる投球フォームから繰り出す浮かび上がるストレートと緩急を生かした投球により、最高勝率もマークした右腕は2億円のオファーを蹴り、メジャーに挑戦。引退後も何でもいいから野球に関わっていたいと、用具係として懸命に働き、全ての働く人たちにエールを送りたいというサントリーボスのテーマに合うと CM にも抜擢された、七転び八起きの野球人生。倒れても倒れても持ち前の気迫で起き上がる174センチの小柄な暴れん坊、入り木優作。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り世界で戦った偉大な侍たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。